俳優で成功するために必要なことは何だと思いますか？また好きな俳優はいますか？俳優で成功するために必要なのは二世とかじゃないですか。有名俳優の子供とかってよく成功しますよね。あと俳優で成功してるのって実はそのイケメンってそんなに重要じゃないんですよね。阿部寛さんってまあ今俳優として売れてますけど、あの人ってその俳優始めた頃って全然売れてなかったんですよね。イケメンではあったけど演技ができないっていうので、でその塚なんとかさんの劇団に入ってイケメンであるということをまず捨ててひたすら演技をするの練習をするっていうのをやって、で今演技力が高いっていうので割と評価を受けるようになったので、実はイケメンであることよりも演技がちゃんとできることっていうのが重要だったりするので、まあでも演技ができるとは何ぞやって難しいんだよね。役所広司さんって何やっても役所広司さんだからねでもほらあの人いい役者って言われるじゃん。あとあの福山雅治さんとかもさ、役者としての仕事はすごいいっぱいやってるけどさ、あの人も何やっても福山雅治だよね。で竹中直人さんも何やっても竹中直人なんだよね。だからね、なんかその僕あの役者で行くとウィリアム・デフォーとかスティーブ・ブシェミとかその脇役っぽい脇役好きなんですよ。主役は全然やらないんだけどこの人ってよく見るよねっていうタイプの脇役は結構好きなんですけど、あだから日本で行くとあの人だよね。あのカマキリ大好きな人、カマキリ大好きな、なんだっけ、性格が悪いと言われているおっちゃん、あの人は割とその主役向きではないのでいい役者なんじゃないかなという気がします。タレントであのローマ人の役をやってるので結構有名な方がいるんですけど、阿部寛さんっていう人で、まあ売れっ子で見た目も良くて演技力もめちゃくちゃあるんですけど、あの人のホームページがひどいんですよ売れてる会社とその仕事が多い会社ほど自社ホームページがずさんになるんですよ。すげえ優秀な制作会社って自社ホームページが3年前から変えてなかったりするんですよ。もう変える必要もないし忙しいから変えられないんですけど、でうまくいってない会社ほどちょこちょこ自社ホームページ変えるんですよ。なんか実績とか増やしたりするんですよ。でうまくいってる会社って実績も変えないんですよ。もう変える手間もないし時間もないっていうのがあるので、なのでその日本で一番高速に表示するホームページを見たいのであれば、その安倍誠さんのホームページを見ればいいって言われるぐらいあのまあひどいんですけど、はい、そう売れてる会社ほどね自社ホームページ雑魚いんですよ。あのテレビが始まった時に映画の俳優ってテレビに出ないようにしてたんですよ。要はその映画の方が格が上でお金を払って見に来ているものですと。で、テレビっていうのは無料で見るもんなんだから、そんな無料で見せちゃったら価値が下がるじゃないかと。なんで俺を見に来たいんだったら映画に来い。っていうので映画俳優はテレビに出ないっていうのがあったんですよ。で、その結果どうなるかっていうと、映画俳優の人気が下がって、テレビ俳優が人気者になったんですよ。要は無料のテレビをみんなが見てて、テレビに出てる人をみんなが好きになるから、あのテレビに出てるあの人に会えるっていうので、そのテレビタレントがなんか演劇とかやると、めっちゃ売れるっていうのがあったんですよ。でテレビすごいよねってなって、結果として映画の人たちがテレビに来るようになったんですよね。でこれ全く同じ構造が今ネットでも起きてて、今芸能人が YouTube やり始めたじゃないですか。でテレビって録画しない限りはリアルタイムで見なきゃいけないので、暇な人でもない限りテレビでいちいちタレントさんなんか見ないんですよ。その毎週毎週見るって決めてる番組を見るんですけど、もうなんかテレビなんとなくつけてザッピングなんてもうもはやしないんですよ若い人は。まあジジイはまあ暇だからやるんだけど、まあ置いといて、新しい出会いっていうのだったらもうネットになっちゃってるんですよ。なのでその芸能人の人が今逆に YouTube に出るとか YouTube でチャンネルっていうのをやり始めちゃってるじゃないですか。っていうのがあって、実はそのこっちに出てる方が格が上だからこっちに来れないやつが YouTube やるんだよねっていう風に、割とその昔の芸能人の人ってまあ今でもさんまさん言ってますけど、テレビに出れないようなやつがネットに行くんだっていう考え方ね。その考え方でずっとテレビに居続けたんだけど、実際問題じゃあ集客で考えると今 YouTuber の方が集客力多分多いと思うんですよね。ヒカルさんがあのなんかリザードっていう服とか靴のブランドやってるんですけど、売り上げがなんか20億ぐらいとかになって、なんかロコンドの株価が100億円分ぐらい動いたみたいなのがあるんですけど、じゃあそのダウンタウンがダウンタウンっていう名前の靴出しましたって言って上場企業の株価そこまで動くかっていうと多分動かないと思うんですよ。でそのビートたけしさんがじゃあなんかビートたけしって書いた T シャツ出しますって言って20億売れるかっていうと多分売れないと思うんですよね。なので実はその若い人たちが好きなのは YouTuber で、要は若い人の方が、あの、お金欲しいもの買うとか、行動力があるので、なので、多分その人の動かすとかお金動かすっていうので行くと、もう YouTuber の影響力があるという状況なんじゃないかなっていう、すげえ長い話をしました。すいません。